はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ただいま秩父に来ております。秩父といえばね、僕もキャンプしますんで、よくね、長瀞とか秩父の方はキャンプしに来たりするんですけれども、本日はラーメンということで、僕もね、ずっと気になってて行きたかったラーメン大金星さんにお邪魔しております。で、本日ではですね、ラーメンを4杯と、ご飯物を1品いただく予定となっておりまして、通常販売しているメニューが2品で、本日限定で販売している混ぜそばが2品でございます。もうね、店内入る前から煮干し等のいい香りがしておりまして、めちゃくちゃお腹空いておりますので、商品の方がですね、到着するまでもう少々待ちたいと思います。ということですね、ただいま1杯目のラーメンが到着いたしました。こちらですね、1杯目いただきますのが特製の塩でございます。うわ、うまそう。ちょっとね、伸びちゃうといけないので、早速ね、いただきます。スープから、ダイレクトにこのチー油の臭みっていうんですかね、そこが旨味になってて、ものすごくこの味に引っかかりがあるというか、癖になりますね。うん、まあ、飲んじゃう。うま。今回はね、ちょっと特製で見えないんですけど、これ大金星さんのね、麺線ってものすごく綺麗でして、ちょっとね、こちらの麺をいってみましょうか。うまそう。麺うまっ。うん、うん、デフォルトの麺の茹で加減はちょっと固めになってまして、表面はね、しっかりとこの火の入った小麦の甘みを感じるんだけど、芯の方はね、いわゆる博多ラーメンとかのバリカタのような、これ生に近い小麦の香り、こういった部分もしっかり残ってて、噛むたびに口にこの香りが広がる感じ。まあ、うん、甘めな感じのちょっとこっちはそばが多いから、なるほど、薄麺で、シンプルだからこそうまいみたいな、線になるねこれ。うん、まずトリッチャーですね。これちょっと、これチャーシューもね、こんな感じで巻いて、うん、でスープ自体はどん底が透き通るか透き通らないかぐらいの透明度あるスープなんで、上品かなと思うんですけど、これがね、またいい意味で期待を裏切られるというか、ガツッとしたね、味の引っかかりはしっかりがあって、上品すぎない、本当にね、ラーメンなんですよ。これはね、多分皆さんも一回食べてみていただかないとわからないかも。うん、うわー、いいなこれ。じゃあちょっとこちらね、最後の一口でございます。ということで、2杯目がね、到着いたしましたので、こちらもいただきます。もうね、来た瞬間からこう醤油のいい香りが立ち上ってるんですよ。あー、うん、まっ。やっぱりね、この塩の時もそうなんだけど、このスープとか返しの部分に関しては、基本的に多分厚みをわざと出しすぎてないんだよね。そこにこの油感で味の厚み、旨味のコクっていう部分を出してて、バランスがものすごくいいんだよね。うん、だからしっかりしてるんだけど、どんどん飲みたくなるスープっていうのかな。うまい。こっちの醤油の麺も、うわ、全粒粉がしっかり入ってて、うまそうっすね。バランスの取り方が独特ですね。今日皆さんでこの
スープで厚みを持たせて、返しに厚みを持たせてますけど、あえてちょっと薄くすることで、そこに油の、その重い油があるからこそ、そこでバランスが取れるっていう。確かに、そんな感じですね。バランスの取り方が多分、他にはないかもしれないですね。いやだからこれでもしスープで厚みあったら飲めなかったと思うんですけど、だからどんどん飲みたくなるようなスープというか、この大金星さんのラーメン、もちろん見た目もすごく綺麗ですし、すごい上品な感じなのかなと思ったら、食べてみると懐かしさがあるというか、僕が思ってるラーメン屋だなって感じの味がするんですよね。で、ほんと視覚と味覚でいい裏切りがあるラーメンですね。あ、おいしい。なんか本当にね、これでいいんだよ、でこれがいいんだよ、それがね、もう詰め込まれたラーメンですね。あ、ということで、ただいまですね、こちらも完食していただきました。ということでですね、ただいまですね、3杯目の、商品が到着いたしました。3杯目にいただきますのが、限定でね、本日販売しております、こちらの台湾混ぜそばということで、こちらもね、早速いただきたいと思います。台湾混ぜそば、ちょっと黄身を崩しまして、やっぱ混ぜそばなんでね、これ具材全部混ぜさせていただきます。ちょっと見てこの麺、うまそうじゃないこれ。先ほどのね、ラーメンとは違って平打ちの太麺になっておりますね。混ぜ合わせるとこんな感じですよ。うまそう。いただきます。とにかくベースのこの醤油、返し、タレのね、味と、この混ざってる具材の味がダイレクトに来て、分かりやすいんだけど、それがね、うまいことバランス取ってて、美味しいです。またこの麺、不思議だな。うまいな。結構パツパツ。ゴリッとした歯触りで、うまいな。これうまいっすね。これもこれもうまいですね。あ、でもこの具材あれですね、低温チャーシューの刻みいいっすね。あ、もうそれ乗っけるとやっぱり煮たでもいいんすけど、多分こっちの方がその麺がゴワッとしてる分、本家のその台湾混ぜそばのもちっと感がこの低温で出るというか、噛んだ時に、これ発明ですね、この低温チャーシューを入れるっていうの。追い飯があったんですけど、ちょっと具材がね、濃すぎないしうますぎるので、ちょっと直でそのままいっちゃってます。ということでですね、3杯目にいただきましたこちらの台湾混ぜそば、ちょっとうまくてですね、追い飯せずに具材綺麗にこんな感じでいっちゃいました。ということで最後ですね、4杯目にいただきますのはこちら煮干しの混ぜそばということで、こちらもね、いただきたいと思います。ちょっと混ぜまして、煮干し、この量がすごい。いい香り。めちゃくちゃ分かりやすい。煮干しって感じ。やっぱりね、煮干しの上品さはあるんだけど、この煮干しの、ね、塩分でガツンとした感じもあって、うまいね。ちょっとスープありいただいてもいいですか。はい、でもスープありいただきましたんで、直で飲んでみようかな。
炊いてないで、もう煮干し粉がメインだから、煮干しのえぐみの部分とかもグッて一口できて、パンチがすごい。ということで、本日はですね、大金星さんでレギュラーメニューのラーメンを2種類、そして混ぜそばですね、こちらは限定を2種類いただいてまいりました。まあ、すごくね、見た目はチャーシューから麺線からで、卵もそうなんだけど、本当に綺麗に盛り付けられてるんですが、味はね、ちょっとね、このラーメンらしい良さというか、味の引っかかりがある、いい意味で丁寧すぎない、もう本当にね、ラーメンというのにふさわしい、めちゃくちゃうまい一杯でございました。いや、多分ね、こう秩父っていうとちょっとね、いろんな方遠かったりすると思うんで、気になってるけど行けてない方は、おそらくね、この動画の向こうの皆様も、ね、いらっしゃると思うんですが、ぜひね、ちょっと一回足を運んでもらって、僕のおすすめはもうデフォルトのこの醤油と塩、とにかく食べていただきたいなと思いますので、皆様もね、一度こちらの秩父の大金星さんで美味しいラーメン食べてみてください。ということで、本日のご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルの方でも活動を始めておりまして、概要欄の方に記載がございますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。